そのような三つ葉の葉っぱの折り方の説明をします。白い方を上にしておき、四角に半分に折り、四角に半分に折ります。広げて真ん中の折り線に向かってもう半分に折ります。反対側も同じように半分に折ります。しっかり折り筋をつけてください。広げて、今度は今横方向に入ったので次縦方向に入れます。折りにくいので方向を変えます。半分に四角に折り、一度広げ、真ん中に向かって折り筋をつけます。広げます。で、色のついた方を上に置き、斜めに置いてください。で、三角に半分に折ります。広げ、次はここを頂点にして三角に折ります。ここに折り線がこうついていますので、これに合わせて折ります。広げます。次はここの線に合わせて三角に折ります。で、このまま180度ひっくり返します。ここの折り線に合わせて三角に折ります。広げ、ここに合わせて三角に折ります。今横に 1,2,3,4,5 5本の折り筋をつけました。で、今横に入れたので次縦方向で入れます。折りにくいので方向を変えます。三角に半分に折ります。これも 1,2,3,4,5 5本の折り筋がついてます。次ですが、この横から2本のところを一度折って、この右端のこの部分を合わせます。合わせてこの横の縦を谷折りします。谷折り、谷折り、谷折りです。そして交差をします。ひっくり返して同じことをします。2本目のところを立てます。ここを谷折り、山折り、山折り、こう持って、ここ谷折りです。ここも縦に谷折りです。ここも谷、谷です。これ最初に折った方です。こうなります。もう一つ横にします。これ、こう持っててください。二本目のとこを谷折りで立てて、谷折りで、ハサミ、
縦のここも谷折りで、で、ここふわってなってるところも縦が谷折りで、斜めは山折りです。こうです。こう縦。で、最後です。2本目のところが谷折り、ここがハサミ、谷で、この、ここと上下のふわってなっているところは、この真ん中のところを谷です。で、折り筋をしっかりつけているので、折り筋に合わせて、折り筋にこう、合わせて、こう倒していきます。ふわっとなっているところを谷で中に入れて、これを内側に腰を乗せます。そうすると、こういう形になります。で、この時に、しっかりこう、こことか、折り筋を付け直してください。広げます。ここを広げていきます。まず、一辺のこの両方の白いこの部分を中へ倒して、この緑の部分をこのように開きます。くり抜きます。この左右の部分を中へぐっと倒し、これを開きます。こういう状態になってます。で、裏向けます。手前の1枚をこのままこう開いて潰します。そしてこの上の1枚をここに中心に合わせて折ります。向きをちょっと折りにくいので向き変えてギュッと折ります。だんだん重なってきていて硬くなってますので折り筋しっかりつけてください。これですね。こう折ります。で、また広げます。で、次は、こういう感じで折るんですけど、これも折りにくいので向きを変えます。中心の線に合わせてこう折ります。反対側も中心に合わせて、こうします。ほんの少しここ開けている方が、あと折りやすくなると思います。次に、今折ったところをさらに半分に折っていって、このまますっとスライドさせて、立てていって、さっき折った折り筋に合わせてこのように倒します。反対側も同じようにします。半分に折ったと、この線に合わせてもう半分に折り、ここすごく細いです。このままスライドさせていって、こう折ってから、この折り筋に合わせてスッと倒します。こうなります。そして、次、これを、ちょっと開いて、今のこの折ったこれを、さらに、一回合わせるように半分に折りながら、このまま立てていきます。立てていって、
こういう形になります。そしてこの部分を左右に一度倒して折り筋をつけます。そしてこの立てたやつを開いて、この頂点がこの葉っぱの上と合うような感じで開いて倒します。ここ結構硬いです。ギュッと押さえてください。そしてこの辺、この下のこのあたりを爪でこう押さえて手前に引いて立てて、そのまんま後ろに倒していきます。そしてこれをさらに半分、中心に向かって半分になるように折っていきます。ここかなり細くなりますので折りづらいです。なかなか綺麗に折ることができにくいと思います。こういう感じになります。そしてこれを本当に硬いんですけど、向かい合わせるようにさらに細くしていきます。こういう感じです。とても硬いです。この一枚をこちら側に三角に折ります。なります。で次ですが、今こんな状態になってます。葉っぱらしく形を整えていきます。この角をこういう感じで折ります。この角度はご自身の好きな葉っぱの角度に変えてください。であとここ折ったんで 1,2,3,4,5 5箇所折ります。今こういう感じです。で次はここの折ったところに合わせて上の部分をこのように折ります。あと5箇所も同じようにします。重なっている部分の処理をしていきます。この中にここの重なっている部分を入れ込むだけです。この2つ重なっている部分をちょっと開いてこの中に折り入れます。あとの 1,2,3,4 4箇所すべて同じ作業をします。これで完成です。好みの形に変えて、好きな形、お好みの形に変えてください。こちら上がってくるのが邪魔であれば、のり付けしてもいいと思います。ここが随分硬くて細いので、最初はなかなかうまく折れないかもしれません。いろんな花の、花と合わせることができると思います。バラの花
の葉っぱの形に近いのかなとも思いますが、いろんなお花と合わせてみてください。これで三つ葉の葉っぱの折り方の説明を終わります。最後まで見ていただいてありがとうございました。